街でサソリが大発生する事態が起こった。エジプト南部の都心で11月12日、驚異的な豪雨に見舞われた。エジプトって降水量がもともと少なくて、年間降水量が18ミリ程度の乾燥地帯。しかし一番の悲劇はこれからやったの。雨によって巣から追い出されたサソリが大量に街へやってきた。エジプトの保健省によると、すでに503人の人が刺されて3人の人が死亡している。種類はエジプトに多く生息しているファットテールスコーピオン。こちら2時間で人命を奪うサソリって言われてて、毎年死者が大変のです。呼吸困難、筋肉の痙攣、そして最後には死に至る。この世界でも有数に危険なサソリ、もし刺されたら毒が心臓に達する前に刺された場所を布などで縛りましょう。世界全体では実は年間3250人がサソリに誘われているんです。落雷によって亡くなる死者の数は年間2000人やから、どれだけ多いかわかるやろ。あ、日本でサソリいるって言われそうだから言っとくね。いるよ。